今日は世界一わかりやすく世界旅行の裏側を暴露しますということで、これまで数々の絶景と一緒に失敗談もお見せしてきた僕たちですが、世界旅行って素晴らしい景色を見たり美味しいものを食べたりする以外にもめちゃくちゃたくさんやることがあるので、去年1年間をダイジェストで振り返りながらその様子を解説していこうと思います。ちなみに世界旅行のお金や旅程の立て方は別動画で解説しているので、今日は出発初日から振り返っていこうと思います。それでは行ってらっしゃい。今ですね、あと数時間後ぐらい日本を出発して3ヶ月の世界旅行を出発しようと思ってます。で、今ね、この通りパッキングが完了して準備万端の状態でございます。はい、タコ足、ああ、虫よけです。あー、シュノーケルセットです。トレッキングシューズです。あー、いるわこれ。いるよ、マジで。はい、冷蔵庫もね、できる限りもう空の状態にしてます。野菜室もね、もうこんなんですよ。もうすべての野菜はね、なくなっちゃって。世界旅行って持ち物とかやることで漏れがないようにチェックリストとかタスク管理はこんな感じでツールに貯めてスミちゃんと共有しています。この他もたくさんの情報が出てくるんだけど、この量の知識を全部漏れなく記憶しておくのは不可能なので、忘れ物や探し物で無駄な人生の時間を食わないようガンガンこういうツールは活用していこう。次のアメリカ本土に行く航空券はご購入済みです？いや、買ってないです。買われてないです。はい、エスタでご出発するとなると90日以内にアメリカを出なければいけないという決まりがあるので、はいはいはい、基本的にご購入いただかないといけないです。あ、そうなんですね。23の出口を出ます。おやすみ means goodnight. Good night. What's goodnight? Yeah, yeah, yeah. The sayonara. I gotta say sayonara is goodbye. Thank you. Yeah, yeah, yeah. I'm starting to say goodnight. Yasumi. I don't want to say, oh, Yasumi. All right. Okay. Arigato sayonara. Goodbye. Goodbye, pardon. Rewind selector. 落ちちゃった。嘘。取り行く？うん、ちょっと行こう。探しに行こう。オッケー、そっち行くか。私ちょっと下見るわ。これ結構20分ぐらい歩ったけど。アマちゃんいた。プロペラが折れてる。これは多分無理ですね。このボディが裂けちゃって、いやー道が長いな。うーん、悲しい。電波が消えちゃったんだね。きついね。Do you have a avatar? Yeah, I have the room. Oh, nice. Yes.Okay. Okay, thank you so much. Love there. アイスランドからイタリアはミラノの方にやってきました。よしよし、とりあえず宿泊しましょう。すみこ、嬉しい。よかったね。嬉しい。ははは。え？
知らないホテルのサービスおお行ってみるよおおハッピーバースデー。おお、すげえ。超でかい。超でかい。わあ。グラッツェ。パーフェクトじゃなくて、パルフェット。パルフェット。パルフェット。今回世界旅行の裏側をお見せしますということで、めちゃくちゃタスクをこなしながら世界を回っているのを感じてもらえたんじゃないかな。この他にも日々こなしている映像に関するタスクややらないといけないこともたくさんあるんだけど、人生一度きり全力で自分の人生と向き合う世界旅行、ガチで情熱を燃やして取り組む価値ありです。僕たちが昔からタスク管理や劇で使っているのはこのノーションというツールで、何かやらなきゃと思ったらまずはここにタスクとしてアップして、終わったらここを完了にしたり、スミちゃんに割り振ったりしています。旅行で身につけた知識はウィキにどんどん貯めていって、お得な航空券やホテルの取り方から各国のビザ、ドローン規制、夫婦喧嘩しないためのルールもここにどんどん貯めていってます。個別の内容はまた次回以降動画にしていくので、登録通知で見逃さないようにしてください。これからもこのチャンネルでは人生をワクワクするような動画を配信していきます。人生は自己実現と家族孝行、ゼオ家の冒険は続く。We were just a summertime.